はい、皆さん毎度毎度。はい、はい、柴ちゃん先生コメント返しね、アドストのね、上田のアイロン同じですってね、アドストの2台買ってなんかお金損したかなって、そんなことない。大体ね、アドストのショートアイロン使ってる人にね、ワイドのアイロン貸すとね、やっぱね、ワイドいいなっつってね、ワイドみんな買うんだよ。うちが使った感じだと、ショートのアイロンだとね、本当に3倍時間かかるような気がする。ワイドだと本当3分の1に短縮できるかなっていうね。今現在柴ちゃん先生がね、どのぐらいの時間で一人の頭かけてるのか分かんないけどね、まあ、何分かかってますって言われてもね、その髪の毛の質とか状態見ないとね、それがそれで正解かどうかも分かんないよね。多分ね、ワイド使うとね、仕事が早くなるっつうの、やっぱね、女の先生でもね、ショートアイロンとワイドアイロン、その違いってね、やっぱり感じるんだよね、すぐにね。やっぱ使ってて、やっぱりワイドの方が重宝するね、つってね、買わないからね、ワイドアイロンね。やっぱお金もったいねえのかね。じゃあ、だからってもう返してくれて、もう引き上げてきちゃったけどね。もう、その後どうなったかは分かんないね。ショートのアイロンで、宿も虚勢かけてんのかしんないね。まあ、貸してあげてもね、本当にね、まあ、長い時間は貸してらんないよね。ある程度貸したらもう返してもらわないとね、2台でね、何万するってなるからね。まあ、プロショップだったらね、やっぱアドストワイドのアイロンぐらい持ってないとね。プロショップってのは美容室のことをプロっつんだよね。プロはやっぱりそのぐらいのもの持ってないとね。でも人数が多いお店だとね、お金出せなくてね、ショートアイロンのさ、9800円ぐらいのでさ、平気でやってる人いるからね。使うとね、本当にこのワイドの良さっていうのはね、わかるよね。ファイテンとか資生堂のアイロンね、あれでさ、あのワイドあるんだよ。あのワイドで、中学生かなんかの生っ毛、まあ、宿毛矯正かけてない子をさ、最後にストレートにさ、セットするじゃない。あれ本当にアイロン止まってるみたいなスピードでかけても、後で時間が経つと、湿気の多い日なんかかけ終わってから10分ぐらいするとさ、癖が戻ってんだよね、ぬるくて。でアドストのショートのアイロン、あれだとゆっくりやれば結構カツッといくよね、まっすぐなる。でワイドだと簡単にもうまっすぐピタッといっちゃうよね、大体。やっぱりその違いっていうのは美容師だとね、すぐに感じるよね、肌でね。しばちゃん先生んちに宿毛矯正伸びねえからってなんだかんだ言って来るっていうのは、やっぱりアドスト持ってるから来てたんじゃないかな。でまあ時間かけてやってたのかな。で周りの店は9800円のとかさ、韓国製とか中国製のさ、ヘイボーイの使ってたんじゃねえの温度がさ、本当上がらねえやつ、上がっても冷めちまうようなさ、アイロンもどきで、癖なんか伸びないやん。でもね、そういうアイロン使っても美容師さんはその日伸びてんだよ、癖がね。帰るときは不思議なもんで、それが一番怖いんで、宿毛矯正って。で、家帰って、シャンプーすると癖が戻っちゃうっつうの。ひでえときなんか、もう、帰るところにはまた癖が戻ってたりね、乳液つけたら癖が戻ってたりね。ヘボイアイロンだとそういうことになるんだよね。で、乾かすとね、なんとかまっすぐになるんで、美容師さんがサラ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 乾かしちゃうとね。だから本当にわかんないっていうの、宿毛矯正の失敗っていうのはね、お客さんが来なくなって初めて知るっていうのかな。はい、お疲れ様でした。